スチュールを決められます。様々なスケジュールを選択して生徒さんたちと一緒に時間を過ごすことができるんですよ。まずシャーレのオフィスに移動してみましょうか。スケジュールを実行するとそのスケジュールに参加した生徒さんたちとの絆ポイントが増加します。スケジュールの実行回数には制限がありますのでその点に注意しながら決めましょう。最初はスケジュールを実行できる回数がかなり限られていますが、ロケーションランクが上がるにつれてよりたくさんのそして様々なスケジュールを進めることができます。それでは今実行できそうなスケジュールを確認してみましょうか。ここで全てのスケジュールを確認できます。うまくスケジュールを行ってさまざまな報酬や絆ポイントを獲得しましょう。ことだけで頭がいっぱいだったけど、最近は少し別のことに。世界で一番嫌いなもの？目覚まし時計。でも先生の声は嫌いじゃないよ。スイーツもいいですけど、やっぱり先生と一緒にいる方が好きです。ズドラーゴン先生、様々な授業やイベントが準備されているのでご希望のスケジュールを選んでください。ドラーゴン先生、様々な授業やイベントが準備されているのでご希望のスケジュールを選んでください。待ってたよ。今度はどこに行こっか。待ってたよ。